毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。さあでは頂上やっていきます。今日はね12月1日、初日ですね。12月の初日やっていきましょう。17,003ね、先生取った、アンヘル。さあ先生なんでね、うわーなんやこれ、似たようなキャラやな。これねどっちかな、まあチンかな。硬さがねやっぱあるんでね、チンの方がダメージとかよりも。これはレオにしました、2代目ね。イグニスとケイダッシュとルガールとクリザリッド、先生はこっち。2代目はイグニスいたら置きづらいっすよね。あ、ユリもおるんか。なんやこのメンバー、パッとせえへんな。どうしようかな、どうしましょうかねこれ。2代目よりベニマルにしましょうか。これでいこうか。で、ユリ前やな。これでいこう。あ、ケンスや。ケンスなら叩いても大丈夫。あ、亀創生ですね。亀キャラ3人なんで。で、ケンス肉まん食べて、ユリはさすがに生きるでしょ、ここは。さすがに。あユリ弱すぎやろ。そんな弱いの。これ、2代目あれっすね。イグニスに飛んでいくな。ほんなら撃とう。2代目はイグニスなんで、飛ばします。いいっすね。これね、例えば、ケンスが真ん中やったら、多分ケンスに飛ぶんですよね。上のキャラに飛ぶんですよね。あの、UR と R キャラでね、分かれてるんですけど、あの、アリーナやったらね、レアリティ優先するんですけど、なんか頂上はね、順番優先するんですよ。どうしようかな。チンは使おうか。使おう。チン使います。で、キムも使う。で、ルガール溜まってるけど、ルガール、問題ないですね、別に。落ち技型3人なんで。いい感じにダメージ取った。肉まん食べて、ルガールはどこ来るかな？できればチンに。あー、ベニマルは一番嫌やな、どっちかというと。チンが一番良かったけどね。キムがやられますね。ルガールが復活の可能性あるから、そうやな、復活の可能性あるからね、ちょっと安易に行けないんですよね。復活なかったらゲニで全滅狙いに行くんですが、ちょっと微妙かな。これこのまま来たらゲニ置けますね、次。あ、来ないの。来ないね。重ね当て。うわ、ベニマル怒りダウンや。どうすっかな。チンはやられました。そやな、一応全滅狙いましょうかね。まあ、狙っていくのもありですね。ちょっとじわじわ行こう。回復キャラがいないんで、まあ、じわじわ行ってもいけるかな今は。しかし霞が厄介やな。やっぱり霞がね、どうしても重ね当てが怒りダウン入るから。お、量生きてる。これはベニマルやったら生きると思うけどな。ちょっとこれ2体でいこうか。多分生きると思うんすよね、ベニマルやったら。でも霞溜まる？ゲージ溜まってたらやばいな。これ溜まったらやばいですね、霞が。やめてよ、溜まってなかったら。わー、やばい。ちょっと待って、溜まるんや。生きて。やめて、ベニマルはちょっと固め。やめろ。うわどうなんこれ、どうなの。ゲニで状態上解除して全滅いこうか。行くしかないよね、もう。ちょっと待てよ。まあ、行くしかない。行こう。アンヘル、わあ、もうスキル出てないわ。なんでスキル出ないんかな。まあ、ゲニからね。なんでスキル出ないかな。スキル出てたらいけたんちゃうの？クリティカル！ないわー！マジかこれ、ほら、スキル出てたらいけたなー。悲惨やな、これ。ほんま、ほら。ああ。スキルに恵まれない。悲惨っすね、ほんまに。アンヘルだけでもよかったけどな、スキル。いや、負けやな。復活のバフが一応あるからね。一応見とこか。クーラーだけでも復活しろ。復活！ガードした。さあ、クリザー、ベニマルも復活しろ。復活！あー、クーラー復活して、ゲニも復活して、復活復活復活。
いやもうあれ悲惨症でもうあれアンヒルだけでよかったんすよ。スキルゲニでもよかったんかな。あんなことなるかな。強引に行き過ぎたっていうのもあるけどね。まあでもルガールが復活するしてるかもしれないけどね、もしかしたら。じゃあもう一回行こう。先制取りましたね。全滅をまあ狙いすぎるのも良くないけどね。オロチクリス、クーラ、LR かこれ。ですね。テリー・イグニスか。テリー・イグニス、まあイグニスですよね。嫌な予感するな、でも。向こうに。ほら、嫌な予感当たるんすよ。もう絶対か当たれへんやん。まあ勝てる可能性があるとしたら、イグニスで時間切れを狙うんですけど、テリーやしな、さらに。そこが厄介やな。なのでこれはもう状態上キャラを入れていこう。これでいいかな。いや、シンゴが打ってくる可能性あるから、固めのやつの方がいいか。シンゴっすよね。シンゴは怒り弾を入るよね。あ、めまいも入った。そうか、9問空いてないから状態上入るっすね。お、これはじゃあチャンスか。全然チャンスはあるっすね。さあ行け、イグニス。全然チャンスはあるよ。ホタル打ってからケイオスタイドで追撃で、当然これはもうね、倒していきます。ポンポン倒していこう。もうキャラ出さないですね、こっちは。あれ、キャラ出さないの。それはラッキーかな。使います。状態上して、もうとにかくシンゴに状態上狙い。おい、いねー、シンゴ状態上に弱いっすね、やっぱり。うん、怒りダウンも入ってるよね。ただあれっすね、そうそう、テリーがいるんすよ。これテリー、ホタルに来たらいけるか。どうかな。イグニスやったら2発撃ってきそう。どう、あかんって、そこはもう一番ええとこ飛んできたで。まあでもイグニスは撃てるっすね。行こう。ケイオスからのホタル、そしてケイオスもう一回いきますね。追撃のケイオス。うん、でそうやな、ここはシンゴ、今あれか、これシンゴ殴らない方がいいっすね。あ、でもテリー殴るとね、怒りゲージ貯めるんでね、シンゴ殴っとこう。あ、カシか、これカシ入った。今こっち4体倒してますよね。4体倒してるよね。これはこのまま行ってケイオス使う。そしてホタル、ケイオス、テリーに飛んでほしい。後ろ、あー、でもこれシンゴイカレダウン入るんじゃないの。入ってない今のは。おお、テリー打てない。いいっすね。6ターンか次。パワーゲイザー打ってくるかな。まだ大丈夫か。まだ我慢しよう。シンゴこれ状態異常入りすぎやろ。ゲイザー来た。うん、ここはねキャラ出そう。ハイデルン、いや誰でもいいんですけど、まあハイデルンでいっか。ここは出します。追撃するためにね。ケイオスからの、おー、テリー倒した。テリー踏ん張ってた。おお、倒したわ。ほんならいけるわ、もうこれ。ほんならいけるね、さすがに。怒りダウン入りましたね、また。うん、これはいけるね。そしてホタルも使う。シンゴはやっぱ怒りダウンとか状態異常がねポンポン入るんでね、これは厳しいですね。9問空いてないとこういう感じになっていくっすね。9問空いてたら状態異常に強くなるんですけどね。めまいも入ってる。うん、倒せるワンチャン。ケイオス、あー、歌詞状態ね。2回目の歌詞かな。うん、打ってきますが、こっちがもう4、5体倒してるんでね、人数で勝ちましたね。まあシンゴこういう状況になるとちょっと厳しいんかな。前回の動画で山崎相手にね圧倒したんですけど、こういう感じになってしまうと、厳しいのかもしれないですね。頂上やりましょう。選択チャレね。今日は12月1日、初日ですね。ベリーカーラさん、先生取った。マキシマジョンか、まあジョンかな。顔一緒っすね。マキシマとジョンの顔一緒っすね。髪型違うだけやで、これね。顔全く一緒やん。これはビッグ。オロクリとビッグはどっちでもいいんじゃないかな。
僕はビッグ取りますけど、状態上強いんで。出たー、クーラ山崎。クーラか。どっちかな、クーラーかな。わからん。迷うわ、選択が。アテナや。うわ、アテナと山崎なん。で、先制取ったよね。アテナか。うわ、これ厳しいんじゃないかな。ちょっと待てよ。シェルミーか。時間切れで、勝ちをもちろん狙いたいんですが、どうかな。クーラーが頑張ってくれるかどうかやな、もう。クーラー、ね、必殺を打ちまくって、ポンポンこう倒していければいいんですけど、まあ、それ次第なとこあるっすね。でも、クーラー、あれっすよね。状態上とか結構入るよね。ちょっとこれは勝てる気がせえへんな。アテナなんでね。アテナじゃなかったら多分いけるんですよね、山崎は。うわー、クーラー次打てるんかな。ちょっとわからないですね。とりあえずこう行こう。もうどうせルガールとかやられるんでね、あのアテナの全体攻撃で。来ましたね、フリーズ打った。しかしマックス凍結にならない。75溜まってなかったな。これアテナ厄介やな。クーラーでもここで踏ん張り入るでしょ、アテナの必殺で。そう、これで踏ん張りは入る。うん、シェルミーやられますね。いや、これ無理やな。っていうかシェルが、あ、反撃した。反撃で倒しましたね。シェルがそもそも生き残れないでしょ。で、結局こっちはこのアテナ倒せないんですよね、どっちも。アテナも山崎もね。だからこれ追撃いきますね。あー、こういう感じになる、なるよね。キャラ出してくれたらいいけどね、向こうの人が。出さないでしょ。出さないですよね。そうそうそう、フェニックスアローで当然これはこっちも出さないんですけど、ここで僕のシェルミーやられるんですよね。そう、これ絶対やられるでしょ、どう考えても。まだ生きてるわ、まだ生きてますね、マムシ。クーラー反撃しました。反撃というか、これマックス凍結になってほしいんですけどね。フェニックスアロー。うわー、シェル危ねー、生きてる。シェル生きてる。これは使った方がいいんかな。山崎はね、状態上にも強いからな。怒りダウン入った。そしてマックス凍結入った。一応クーラーは、あー、シャイニング飛んできたわ。いやー、ほら、シェルやられる。シェルやられたらもうこれどうしようもなくない。どっちか倒さなあかんもんな、勝つには。あの人数で負けてるからね。これどうしようもないっすよね。これ煽ってるんかな。これ煽ってます、もしかして。やばいやん、この人。何それ。めっちゃおもろいやん。この後に及んで煽ってきますよ、これ。勝ち確やからって喜んでるんから。ちょっと見とこう。あの変な動きするかな。マックス凍結、変な動きするんじゃない。変な動き、変な動き。変な動き、変な動き。出たー、出たー。やばいやん、マジで。勝ち確でめっちゃ喜んでる。いや、おもろいっすね。面白い人もおるもんや。なんかツイッターでたまに見るんすよね。なんか、変な動きで煽ってきますとか。あんま遭遇したことなかったんですけど。いるんすね、やっぱこういう人。クーラーはでもこれ、無理っすね。まだでも一応、踏ん張りは、あ、追撃した。マックス凍結。踏ん張りはできるけど、もう HP 真っ白なってるもんな。変な動きしてほしいな、最後。変な動きして。して
して出た出たやばいやん、めっちゃおもろいっすね。いやでもオロチュシェルミはやっぱねしんどいな。まあアテナがいなかったら多分ねクーラでこう時間切ら狙えたと思うんすけど、まあ山崎を崩せなかったっすね。じゃあもう一回行きましょうか。カレンデバイスさんね、先制は取られた。チズルキングはね、まあどっちでもいいかな、これも僕はチズルにしとこう。あの沈黙されると嫌なんでね。ロバート、最後はうわエリザベートか、さすがにちょい向こうの LR 出たー、オロチヤシロで、こっちはベニマルか、いや無理やなこれも。あれそんな感じ。ちょっとやりたかったっすけどね、無理やけどいけるかもしれないからワンチャンね、やりたかったけど終わってもうたな。もうないんでね、これで終わるしかないっすね。まあちょっとでも1戦目面白い人見れたんでねまあそれが収穫やったかな。ってことで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。